スタニスワフ・ビスーツキは、ポーランドの指揮者。スタニスラフ・ビスロツキと表記されることもある。ジェシュフ生まれ。パリのスコラ・カントリムで、ジョルジュ・シモニスに作曲と指揮、ルーマニアのティミシュアラ音楽院で、エミル・ミハイルにピアノを学び、ジョルジェ・エネスクの訓導も受けた。1945年に、ポーランド室内管弦楽団を組織し、1947年から、 ポズナニナショナル交響楽団の主席指揮者となり、1958年まで、務めた。1961年から1967年まで、ワルシャワフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者を歴任した後、1978年から1984年まで、ポーランド放送交響楽団の主席指揮者を務めた。指揮法の指導者として、1948年に、 ポズナに音楽院の講師となった後、1955年にワルシャワ音楽院の講師に転出し、1958年には同音楽院の指揮法の主任教授として更進の指導に当たった。主な弟子にヤゼクカスプシクラがいる。1959年にツビアトスラフリヒテルとの共演で録音した一連のレコードはよく知られる。ワルシャワで死去。ありがとうございます。